新たな転送ポイント、確かに見たことのないエリアだわ。ここがかつて千号が最終試練を務めた時の場所、指針の書の一部。確かに予想外の収穫とは言えるけど、戦闘を全てだと思っていた英傑、全文明で最も強い戦士の一人、もし私たちの間に差が存在するなら、これはそれを見極めるチャンスでもあるわ。遅い、リツシャ。ウォーミングアップにもっと時間が必要なんじゃないかと気を使っただけよ。何せあなたは新しい時代のリツシャと戦ったことがないのよね。もしかしたらあなたの想像とは全然違うかもしれない。ほう、もっとシンプルに言った方がいいのか。その茶番はいつまで続くんだ、リツシャ。周りは俺のことを狂ってると思ってるかもしれないが、愚かだと考えた奴は誰もいないぞ。お前に何の目的があるのかなど俺は気にしない。今お前がずっと行きたいと思っていた指針の書はここにある。お前は欲しいものを手に入れた。そろそろ代価を支払う時だ。ええ、あなたの欲しいものは知ってる。あなたがこの瞬間を待ってたことも知ってるわ。この怒りの炎は長い間静まったまま長すぎたんだ。それを見たいというのなら背負ってみるといい。お前の最大限の力でな。無駄話はいらない、来い。内だろうが外だろうが会う者は殺すのみ。許しを請うがいい、リツシャ。許さないがな。リツシャを相手にしてそれを言うのは少し早いと思うわ。そのもがく姿を俺に見せろ。後悔する。吠えなさい、クリカラ。そう来なくてはな、リッチャー。空からの方向だけだと思ってるの？教えてあげましょう、雷鳴が人を怯えさせる本当の理由を。滅びなさい。おめでとう、リツシャ。お前は自身を証明した。殺される価値があるとな。だがこれは戦闘じゃない、狩りだ。さあお前の全力をかけて逃げるがいい。来い、俺に許しを請うがいい。さっきと全然違う。人為的崩落、それとも他の力。リツシャ相手だと向き合え。お前の相手はこの戦後だ。届けるがいい。
虫けらのような力で崩壊の代弁者を務めてるのか。もっとだ、来い。俺を滅ぼせ。でなければ俺が全てを壊す様を見ろ。確か珊瑚島で戦ったりするでも純粋な力においては彼に勝てない。でも今はまだ諦める時じゃない。そう、そういう殺意だ。この瞬間に俺に復讐しろ。俺に壊させ、殺させろ。来い、律者。共に炎に身を投じて俺に見せてみろ。誰が先に燃やされるかをな。これは見たことのない力ね。長時間の維持は不可能なはず。逃げろ、逃げるがいい。お前が逃げた先も灰となるだけだ。俺がお前に近づくし、俺がその終点だ。まずい。何を笑ってるの？所詮その程度だ。お前を見て俺が初めて殺した律者のことを思い出した。死ぬのがあまりにも早く、思う存分楽しめず、第四か第五、よく覚えてないが大して重要でもない。だからお前にもう一度チャンスをやろう。遺言を残すといい。つまりこれでやめるつもりはないのね。遅い。ただ手合わせがしたいなら最初から俺のところに来るな。俺には決着が必要だ。そのやり方も遺言。いつかそれを口にする日が来るわ。けど今じゃない。いいぞ。今日が終わればここもお前と共に消えてな。誰が誰のために殉じるのか証明するがいい。戦後私に教えなさい。誰も生還できない真相を、運命の真の姿を。避けられないなら今よ。その運命を打ち破ったわ。アポニー、姿を現しなさい。どういうこと？どこかで間違いがあったの？私の判断が間違っていたの？いいえ、そうだとしても今のはずじゃない。もし運命で、運命に逆らえないのなら、私自身の手で。これが人が死ぬ瞬間。その通りだよ、メイ。死を体験することもその運命の一部。そうしなければあなたにその重さは分かるまい。やがて私たちは同じ気持ちで互いの存在を見届けられるようになる。絶望を経験しなければあなたは変えられないことを信じない。ここまでにしましょう。決められた運命の時間はまだ遠いのだから。今回は自分で服を整えたんだね、アポニア。やっぱり私の判断は間違っていなかった。
こういう局面になったらあなたはもう傍観できなくなる。アポニア、またお前か。どけ。ああ、あなたもここにいたんだ。しばらく別の場所に移動してください。メイと二人で話がしたい。ふざけんな。アポニア、お前ももう一度死にたいのか。戦後次はないぞ、リツちゃん。しばらく会っていないけど、千号はますますおとなしくなったね。大丈夫、怖がらないで。彼は何度もそういう言葉を口にして、でも彼のいる場所は相変わらず熱い。手を煩わせる必要はないわ。別に熱くはないから。それにこういう温度になれることも必要な能力の一つ。そう、でも体に良くない。やはり会話にふさわしい場所に移動しましょう。目を閉じてもらえる？大丈夫、私がいる限り誰も傷つけたりしないよ。だけど、またなのね。その前に、最初は少し気分が悪くなるかもしれない。我慢して。待って、アポニア。垣根の中で私たちは文明を有し、足を止めた時だけ私たちは未来を目にする。さあ、手を伸ばして戒律をまとったら理解できるはず。